新宿西口バス放火事件は、1980年8月19日夜に、東京都新宿区の新宿駅、西口バスターミナルで発生した、厳住建造物等放火、殺人事件。京王帝都電鉄が運行していた路線バス車両が、停車中に放火され、乗客6人が死亡し14人が重軽傷を負った。加害者の男は、刑事訴訟で、 新身交絡が認められ、無期懲役の判決が確定したが、服役中の1997年に、週刊先の千葉刑務所で自殺した。1980年8月19日21時過ぎ、新宿駅西口バスターミナル20番乗り場で、発車待ちのため停車中だった、京王帝都電鉄が運行する路線バスの車内に、加害者の男が、 後部ドアから火のついた、新聞紙とガソリンに4リットルが入ったバケツを、車両後方へ投げ込んだ。火は、瞬時にして燃え広がり、6人が死亡、14人が重軽傷を、負う惨事となった。当該車両と、ほぼ同系のバス、火の、RE100 写真は、西部バスの車両当該車両は、宿41系統、六号通り、経由中野車庫行きバス。 火災による、車内温度は、推定1、摂氏800度近くに達し、高温で窓ガラスは、割れて砕け散り、アルミ製の手すりは原形を止めないほど曲がっていた。事件現場となった新宿駅、西口バスターミナルの20番乗り場は、現在も、京王バスの宿41系統、中野車庫行き、宿45系統、中野駅行きが使用している。 死者6人のうち最後部座席にいた3人は即死であった。2人は当日降楽園球場で行われた読売ジャイアンツ対ヤクルトスワローズの試合を観戦した帰りの父親と息子、もう1人は帰宅途中の OL であった。3人の遺体は消化された車内の座席に座った状態のまま単化していた。翌朝の新聞各紙一面トップにはその写真が 大きく掲載された。他の乗客はバスの外へ脱出したが、後3人が死亡死者は6人となった。14人が重軽傷を負い、重大な後遺症に苦しんだ被害者もあった。またこの事件で夫が死亡し妻が重傷を負った夫婦もあった。この事件を聞いて、後楽園球場を管理する株式会社後楽園スタジアムと読売巨人軍が 犠牲者となった不死の告別式に喧嘩するとともに、祭壇には、大貞田が、球団関係者を通じて、サインボールを送ったことが報道された。また死亡した被害者の中には、子供の運動靴を買うため、勤務先から帰宅途中、たまたま新宿に立ち寄り事件に遭遇した、母子家庭の母親がいた。帰宅経路から離れた場所で、事故等に遭遇した場合は、 通勤災害は認定されないのが通例であったが、この事件では、当時の労働大臣、藤尾正幸の発言もあって労災が認定された。京王帝都電鉄は、事件について何ら落ち度はなく、同社も、また被害者であったが、全社員への献血の呼びかけや、医療費の一時立て替えなど、全社を挙げて、事件被害者救済のための措置を行った。 この事件で全身の80%に及ぶ大やけどを追いながら一命を取り留め回復した杉原光子は1983年に主記、生きてみたいもう一度を出版した。この主記はベストセラーとなり1985年に生きてみたいもう一度新宿バス放火事件のタイトルで映画化された。また杉原の兄である石井義春は 報道写真のカメラマンであった。彼はバスが放火された時に偶然そばを通りがかっており、本能的に燃え上がるバスを撮影し、その写真は翌日の読売新聞の一面にスクープとして大々的に掲載された。映画本編では吉原が撮影した事件直後の写真が提供されている。だが実前がその事件で重傷を負う中、妹に 救護の手を差し伸べていなかったことを知った。彼は、そのショックで報道カメラマンを引退し、その後にペンネームを、石吉春と改名して、風景写真の分野へと転向した。加害者は、警視庁の警察官に、殺人、放火の現行犯で逮捕された。当初は取り調べに対し、何もしていないと容疑を否認し、事件について、最初に聞かれる。 弁解録種に対しては、髪の毛が焦げているのは飯を炊くために火を燃やしたからだ。事件のことは知らないと述べていた。しかし事件2日後の1980年8月21日に、大変なことをした。申し訳ないと一転して、容疑を認め、弁護士と接見した際にはかなり動揺した様子で、早く殺してほしい。死刑にしてくれと頼み込んだ。加害者は、 警察の調べに対し、事件当日の夜に、新宿駅、西口広場に通じる階段に座って酒を飲んでいたところ、ここから出て行けと言われ、カッとなって犯行に及んだと供述している。加害者は、ホームレスとなり、新宿での塾していたが、事件当日に何者かから、注意されて逆上し、ガソリンを持って、バスに近づき、バカ野郎、舐め上がって、 と叫びながら、ガソリンと火をつけた、新聞紙をバスへ投げ入れて放火した。加害者の男は、1942年に、福岡県小倉市で生まれた。2歳で母親を亡くし父と兄に育てられたが、小学校4年生以降は登校せず、農業の手伝いや講演をしていた。父親が病死した後、1972年に、結婚したが、 妻が長男を出産した翌年に離婚。妻が精神病に罹患したため、子供を児童施設に預けていた。離婚後は、全国各地を転々としながら建設現場の作業員として働いていたが、妻が精神病になったことや子供を施設に預けたことなどから自責の念に駆られていた。当初は、子供の養育費も毎月欠かさず送金していたが、 そのうち、住所不定となり、送金も途絶えた。狩猟が増えて、アルコール依存となり、自身も、精神疾患で入院していたこともあった。やがて男は、己の不甲斐なさに対する自責の根の世間への恨みへと転換していった。加害者の自供によれば、犯行の動機は、日頃の鬱憤を晴らすためであったという。刑事裁判を控えて、 東京地方検察庁の担当検察官、神林博氏は、加害者に、精神障害があるとは思えないが、若干被害妄想的なことを述べているとして、被疑者の男を、鑑定留置し、いつみたけみつへ、精神鑑定を依頼したが、その精神鑑定結果も、被害妄想、脅迫観念に似た、抑うつ症状はあるが、 精神障害があるとまでは言えず、統合失調症ではないと結論付けたものであった。東京地検は男を建造物等以外放火罪、殺人罪で、東京地方裁判所へ起訴した。放火に関しては、刑法百八条の厳重建造物等放火罪では、放火により、現に人が住居に使用しまたは、人がいる建造物、列車、電車、船舶、 高校を承損する罪と規定しているが、この条文に、バスは、明記されていなかった。路線バスは、多数の人が乗車することが想定されているため、バスを、列車や電車に準ずるものとして、刑法108条の厳重建造物等放火罪を、適用すべきとする意見もあったが、判例がなく、学説も分かれていたため、刑法110条の建造物等以外放火罪として、 起訴された。1981年1月に東京地裁で初公判が開かれた際、罪状認否で被告人の男は覚えていないと述べた。その後に承認出廷したいつみが精神鑑定の期間が短かったため再度の精神鑑定を行いたいと要望したため、東京地裁がいつみと福島省へ移植し、職権で 再度の精神鑑定を実施した。その結果、いつみは複雑命定による心身交弱状態。福島は単純命定、軽度知的障害と死因性妄想の3つの要因による心身交弱状態と結論を出した。1983年12月に東京地裁で開かれた論告休憩公判で東京地検の検察官は 被告人の男に対し死刑を求刑した。2ヶ月後の1984年2月に開かれた最終弁論では、弁護団は、加害者は、犯行当時、長男を預けた、福祉施設から、真面目に働けと迫られ、追われているという妄想を抱いており、犯行当時は、心身喪失状態だったと無罪を主張した。 1984年4月24日に第一新判決公判が開かれ、東京地裁は、本件は、本来ならば、死刑を適用すべき事件だが、事件当時の被告人は、心身高弱状態にあったと事実認定し、検察の死刑求刑から量刑を減刑し、無期懲役の判決を言い渡した。弁護人及び、東京地検の双方がこの無期懲役判決を、 不服として、東京高等裁判所へ控訴した。1985年2月14日午前に、東京高裁刑事第4部にて開かれた、控訴審初公判で、被告人の男は似て改定直後に突然裁判官、席、傍聴席をそれぞれ向いて、土下座し小声で、ごめんなさいと述べたほか、閉廷後も、傍聴席に、ごめんなさいと言いつつ、頭を下げた。 1986年8月26日に、控訴審判決公判が開かれ、東京高裁刑事第4部は、第1審、無期懲役判決を指示し、双方の控訴を棄却する判決を言い渡した。判決文の朗読が終わると、被告人は、山本裁判長に対し、懲役ですかと問いかけたが、裁判長が、無期懲役と答えると、 自分は罪にならないのですね、などと意味不明な言葉を発した一方で、傍聴席を向き、ごめんなさいと謝罪しつつ、土下座した。この判決により、無期懲役刑が確定した。男は判決確定後の1986年10月7日から、千葉刑務所に収監された。1997年10月7日、午後、男は、千葉刑務所内の工場で、 首吊り自殺した。遺書は残されておらず、事前に自殺を示唆するような言動は見られなかったという。その事実が報道されたのは、自殺から半年後の1998年4月であった。受刑者の弁護人を務めた、弁護士の安田義弘は、受刑者は、自分の子供と同い年の子供を殺してしまった。生きていてはいけない人間だと自責の念を持っており、 思い詰めた末に計画的な死を選んだのだろうと推測した。この事件はテレビ番組などマスメディアでもたびたび取り上げられている。ありがとうございます。